ご来場ありがとうございます。まもなく開演いたします。はい、皆さんこんにちは。トム吹奏楽団副団長たかしです。本日はですね、楽器のお手入れ動画になります。まあ、野球のグラブとかね、みんな磨くと思うんですけど、まあ、楽器も同じで、楽器も必ずお手入れ用品がございますので、今回はそちらの紹介と自分が何の楽器を使ってるかの紹介をしたいと思ってます。では早速楽器出してますね。少々お待ちください。はい、お待たせしました。こちらが僕のトロンボーンになります。買ったのは中学2年生の時で、種類はヤマハの、ゼロという種類を使っております。はい、それではですね、早速、手入れの方を始めていきたいと思います。スライドから手入れしたいと思います。トロンボーンのスライドはですね、まあ、非常に楽器を吹く上でも重要な音を変える部分になりますので、まあ、こちらの滑りがですね、まあ、良くないと、まあ、上手に演奏ができないので、こちらを塗るためのオイルを用意したいと思います。使ってるのはこちらです。大体1000円ぐらいで売ってましたね。まあ、塗り方はね、非常に単純で、まずスライドを抜きます。ティッシュかなんかでですね、このスライド一回拭き取って、まあ、汚れとかもね、少し溜まってるので、こちらティッシュで拭いた方がいいと思います。そうしましたら、こちら先端の方にですね、だいたい1滴か2滴ぐらい垂らして、そうしましたらスライドに直して、まあ、何回かこうやってスライドを交互に動かします。もう本当にひどい時だと、スライドをこうやって縦にしてもですね、落ちてこない時とかまああったりするので、まあ、手入れはね、こまめにやった方がいいと思います。まあ、僕はそうですね、だいたい、まあ、拭く時は必ずスライドオイルはしてるかな。まあ、トロンボーン奏者の方はもしどれぐらいの頻度でやってるよって方いらっしゃいましたら、コメントお願いします。はい、そうしましたら次、ベルの方ですね。こちらの手入れしていきたいと思います。こちらで手入れする必要があるのがこちらの缶ですね。こちらの缶抜けます。はい、こちらがですね、トロンボーンの主管の方の、缶になります。こちらも一緒にティッシュで拭き取って、で使う商品はこちらですね。ヤマハのスライドグリスを使っております。まあ、このように簡単に少し塗って、まあ、あんまりね、塗りすぎると逆になんか抜けなくなることとかありますので、お気をつけください。そうしましたら、先ほどのこちらの缶にですね、仕込みます。この時、まっすぐちゃんと入れないと抜けなくなりますので、しっかり入れれば。でちょっとここに見えますかね、少しこう、さっきグリス塗ったところが出てしまうので、まあ、そちら軽く拭き取って、まあこちらはね、まあ、抜き差しできればそれでいいので、なんでこれ抜き差しするのって思う方いらっしゃると思うんですけど、こちら音程を変えるために抜き差ししています。抜けば抜くほど、音程が低くなります。そうしましたら、こちら今度青管の方ですね。こちらテナーバストロンボーンなんですけど、テナーバストロンボーンはここに、まあ、押すボタンみたいなのが、まあ、ロタリーなんですけど、このボタンにつながっているのはこの細い管の方ですね。この青管も同様グリス塗っていきたいと思います。そういえば皆さん、鬼滅の刃の妹転送を見ていただけましたか？僕も本当はトロンボーンでやりたかったんですけど、まあ、ちょっとあのメンバーの中でトロンボーンやるのもどうなのかなと思いまして、小学校以来のカスタネットとリコーダーに挑戦しました。まあ、よかったらそちらの動画を見てみてください。入れるときですね、こちらのボタンを押しながら入れてください。はい、軽く拭き取って、はい、そうですね。で最後、今度はこちらの先ほどのロータリー、これの動きを良くするためにですね、これ金管楽器だったら結構持ってる方多いんじゃないでしょうか。こちらロータリーオイルを使いたいと思います。
はい、こちらですね、こちらをこの中に直接入れて、あとはこのロータリーをこれだけで大丈夫です。楽器の手入れって結構、まあ、やるのめんどくさいんですけど、でもやらないと楽器にすごい影響出たり、まあ、音とかにもねすごい影響出るので、まあ、皆さん、まあ、サボらずにしっかりやりましょう。あとしまってあってなんかほとんど吹いてないよっていう人も、まあ、楽器の手入れした方がいいと思います。はい、もうかな。最後ね、あのこちらで周りを拭いて終わりたいと思います。金管はもうもろ金属ですので指紋とかがね結構つきやすいので、まあ、そういうのも気になるよって方は、まあ、しっかり磨いてあげるといいんじゃないですかね。はい、そうしましたらあとは楽器をケースに戻して資料したいと思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ、そうしましたら次はですね、小鳥のクラリネット編になります。楽しみに見てみましょう。それでは小鳥へ移動。続いてはクラリネットのお手入れ方法を小鳥が紹介します。まず最初に私が使っているクラリネットのメーカーの紹介です。これはビュッフェクランポンの E11 プラスという、入門のモデルを使っています。中学生の時に入門のモデルを買ってもらいました。はい、それではお手入れに入りたいと思います。まず最初に、演奏中、それから演奏が終わった後、この缶の中にはたくさんの水分が溜まっています。なのでこのスワブを使って水分を取り除いていきます。これを缶の上から下に通していきます。数回通したら今度は上管と下管をそれぞれまた通していきます。この通す方向は上から下なら上から下と通す方向を決めて通すのがいいみたいです。通し終わりました。そしたら今度はこのジョイント部分にも水分が溜まってしまうので、ここの水分もしっかり取り除いてあげます。ここはガーゼとかあとはタオルなどでしっかり拭いてあげます。この水分が残っていたりするとひび割れとかの原因になってしまいます。はい、しっかり水分が取れたら今度はマウスピース、マウスピースもスワブを通して水分を取ってあげます。このマウスピースはこの小さいスワブもあるみたいなんですけど、私はこの缶と同じ普通のスワブを使って水分を取っています。はい、缶の水分が全部しっかり取り終わったら、今度はこのタンポとドーンホールの間の水分も取ってあげます。ここを取る時にはクリーニングペーパーを使います。はい、私はヤマハのクリーニングペーパーとパウダーペーパーが一緒になっているものを使っています。はい、それではこれで指で
数回パタパタと少し移動しながらパタパタしてあげます。そうするとしっかり水分が取れます。これね、あの押してる時に紙引っ張ると破けてしまうので気をつけます。はい、これでしっかり水分が取れます。でしっかり取れたら今度はキーをきれいにしていきます。これはキーはあのずっと手で押さえているので手垢とかあとは手汗とかついてしまってそのままにしておくと色が変わっちゃったりとかくすんでしまったりとかするのでしっかりとクロスで拭き取ってあげます。はい、こんな感じで、まあ、上巻と下巻とね両方とも木をしっかり拭いてあげるととても綺麗に輝いてくれます。それでは今度はこのジョイント部分のコルクのお手入れです。ここにはこの滑りを良くするためにグロスを塗ってあげます。こう滑りがなくなってしまうと外す時にこう外れなくなってしまったりとかするのでしっかりとね滑りを良くしてあげます。グロスはヤマハのグロスを使っています。これをコルクの部分に少し塗ってあげてこれを手で伸ばしてあげます。これコルクはこことあとここにもついているのでそこも同様に塗ってあげます。それからあとこのトーンホールも適度にお掃除をしてあげます。トーンホールはトーンホールクリーナーといって今ちょっと私はなくなってしまったんですけどあの見た目は完全にモールみたいな綿棒のようなそんなものでこの間をしっかりとこうほこりとかね溜まってしまうのでしっかりそれも綿棒みたいなので取ってあげます。ということで、私のクラリネットのお手入れ方法でした。バイバイ。はい、どうも皆さんこんにちは、浜口フルートのスーさんです。まず僕の使っているフルートについてご紹介します。メーカーが村松という日本のメーカーです。モデルが SRPTP というモデルになります。で、リングキー、オフセット、Bメカニズム付き、ハーソクルガーという作りになってます。で、この SRPTP というモデルについてもうちょっと詳しく説明しますと、これの2個下のグレードに SR という楽器があるんですね。で、その SR というモデルが双銀製、つまり全て銀で作られた、シルバーで作られた楽器のことを言うんですけど、その SR とこの SRPTP、何が違うのかというと、SR という楽器にプラチナのメッキを施したもの、プラチナムプレートを施したものがこの SRPTP という楽器なんですね。で、プラチナのメッキがかかったことによって、音の密度が上がって、いい音がするようになってます。まあ、SR もめちゃめちゃいい音がするんですけど、でこれの購入時期がだいたい2年前の8月頃に手に入れました。それでは早速手入れの方に移っていきましょう。はい、ではまず分解をしていきます。ではまず頭部管と胴部管という部分、これを外していくんですけど、胴部管は見えますか、ここの刻印がしてある部分を握ります。で、頭部管はこのリッププレートの下の部分、ここを握ってまっすぐ抜きます。
続いて同じく頭部間はこの部分で、側部間という部分抜いていくんですけど、側部間はキーの下、一番下の部分を抜いてまっすぐ、ちょっと硬いな、抜きます。で、今握る場所を指定した理由なんですけど、まず頭部間について、頭部間はこちらリッププレートという部分、実は溶接をしてあるだけなので取れちゃう場合があるんですね。あの、無理な力がかかると。なのでここを握ってえいってやって、そのまま取れてしまったりしたら修理ができないんです。なのでこの部分は絶対に握らないように、無理な力をかけないように気をつけてください。じゃあ胴部管と側部管について、このキー一個一個はですね、パイプからこういう風につながってるだけなので、ここを握ったりすると簡単に曲がっちゃったりするんですね。パイプも同じくグッて握ったりすると曲がっちゃうことがあるので、絶対にこの一切キーのないここの部分と側部管もキーのないこの部分を握ってあげましょう。はい、続いて楽器の中を掃除していくんですけど、はい、フルートを購入するとついてくるこちらの掃除棒を使います。もう一つはこちらガーゼです。もうどんなガーゼでも大丈夫です。薬局に売っている普通のガーゼで全然結構です。で、この掃除棒の穴が開いているのが見えますかね。この穴にガーゼの角を入れます。そしたらくるくるくるっと巻いて、上をに掃除棒の一番上の部分にかぶせて、もう一度くるくるくると巻いてあげます。これで掃除の準備は完了です。で、今なんで上の部分をかぶせたかっていうと、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、はい、こちら楽器の中ですね、一番奥指が反射してるの見えますか。この部分が反響板と言いまして、実はフルートの中でも重要な、特に重要な部品なんですね。で、この掃除棒の先の硬い部分、これを何も当てないでガンガンガンってやっちゃうと反響板が傷だらけになっていい音が出なくなってしまうので、絶対にガーゼをするときは刺したらくるくるっと巻いて上をかぶせて棒に巻いていくという風にしてください。では中通していきます。もうそこから先はあんまり口うるさいことは特にないんですけど、なぜか知らないですけど、あの胴部管と側部管、この部分に関しては、あの一方通行がいいらしいです。え、一方通行でガーゼを通してあげます。はい、で中の水分が綺麗に取れたら OK です。続いて楽器を磨いていきます。はい、その時に用意するのが、はい、こちら楽器用クロス、そして、はい、こちらの謎のスプレーをご用意ください。まあ中に入っているのはこちら精製水、こっちですね、精製水とエタノール、アルコールのことですね。どちらも薬局で売ってるんですけど、これを100均のボトルに1対1で入れただけの、まあ、ただのアルコールの溶液です。最悪消毒液とかでもいいかなと思います。で、こちらをクロスにシュッとやって楽器を磨いていきます。でですね、その時もリッププレートには無理な力がかからないように気をつけてください。で、同じくここヘッドスクリューとかヘッドキャップとか、まあ、いろんな呼び方をするんですけど、この部分も磨く時気をつけてください。あんまり力を入れて磨いちゃうとここが緩んだり逆に締まったりとかして、あの楽器の調整が狂っちゃうことがあるので気をつけてください。で、スプレーした部分で拭き終わったら、ここ今濡れた状態で拭いてるので空拭きをしてあります。はい、これで頭部管は OK。
線テープ、速度感です。まあ大体同じです。で、注意してほしいのが、このパイプの部分、これですね。これも磨いてあげましょう、ちゃんと。そうしないと、意外にここから手汗が入ったりとかして、キーの動きが悪くなったりとかするので、気をつけてください。あとはキーのついてる向き、まあ最初に言ったと思うんですけど、パイプからこの細いこれでつながってるだけなので、変にこうやって磨いたりするとキーが曲がってしまうんですね。なのでキーの向きに沿ってこういう向き、こういう風に磨いてあげましょう。で、こちらの艦隊も同じように磨いてあげます。で、結構皆さん忘れがちなんですけど、内側のこのジョイントの部分ですね、ここもちゃんと磨いてあげましょう。ここに汚れが溜まったりすると、それで接続するときに硬くなっちゃったりとかして、で、そのまま無理やり組み立てると傷の原因になっちゃうので、ここもちゃんと磨いてあげましょう。で、空拭きをしてあげて OK です。続いて胴部管です。もう側部管とほぼ一緒です。ジョイントの部分もちゃんと磨いてあげる。こっちも同じくジョイントの部分の中に指を掴んでちゃんと内側の部分も磨いてあげる。反対に磨いてあげる。で、キーも同じように向きに逆らわずに磨いてあげる。で、さっき側部管の時に言ったパイプに関して、ここの部分とか特に手汗が入り込みやすいんですね。こういう風に構えるので、ここから手汗が入りやすいんです。で、ここから手汗が入るとキーの動きが鈍くなって、最悪硬くなって動かなくなって修理なんてことになりますので、ご注意ください。これで胴部管 OK です。といった感じで楽器の手入れは以上になります。それでは続いてニャシュンの方へゴー。はい、タマムシのニャシュンです。引き続きですね、自分のアルトサックスの紹介とお手入れの方法の解説をしていきます。こちらのアルトサックスなんですけど、メーカーがキャノンボールというメーカーで、あんまりご存じないよって方もいるかもしれないんですけど、アメリカのメーカーで比較的新しめのメーカーで、ジャズとかフュージョン向けに作られていて、ちょっと吹奏楽とかクラシックで使ってる方はあんまりいないので、ちょっと認知度も低めといえば低めなんですけど、まあ結構でもいい楽器です。こちらの楽器の特徴としましてはですね、これ見ていただいて分かると思うんですけど、結構貝がすごい貝だなって感じだと思うんですけど、こちらアバロンガイというアワビの一種らしいんですけど、まあ、もう直にもろに埋め込まれていて、あんまり他のサックスだとこうやってもろに模様の入ってる貝というか色のついてる貝がキーに埋め込まれてることは珍しいので、ここは結構特徴的だなと思います。で、こちらの、モデルがですね、A の SCEPL というモデルで、セプターシリーズというミドルクラスのモデルになります。で、お手入れの解説なんですけど、先ほど多分クラリネットの解説を見ていただいたと思うんですけど、基本的にはサックスとクラリネットお手入れの方法共通なので、サックスもクラリネットのお手入れの方法を参考にしていただければまあ、ほぼ間違いないと言ってもいいんですけど、まあ、あえてサックスで気をつける点を挙げるとすると、サックスこちらですね、ネックというものがあるんですけど、でこれでオクターブを操作するんですけど、こちらが非常に曲がりやすいので、こちらをですねこう持ってこうネックなりこのマウスピースなりを外す動作をしてしまうと結構簡単に曲がってしまうので、ここは持たない方がいいと思います。できればこことか、まあここは持ちにくいかもしれないけど、まあ、ここですね、ここでこううまく避ける感じで持っていただいて、なのでここはまあ持たないようにするっていうことを気をつけていただいたらいいと思います。もう一点ですね、サックスとしての注意点としてはですね、サックスという楽器、こちら見ていただいたらわかると思うんですけど、こちらがカーブしてるんですね。なのでこの底の部分に結構水分が溜まっちゃうので、スワブを一回通しただけだと結構水分が残っちゃったりするので、スワブをかけた後こうベルの中を覗いてみて、水分が残ってたらもう一回、
スワブをかけるということを心がけて、水分がないのを確認してから活気をしまうというのを心がけるといいと思います。はい、まあ先ほども言いました通り、他の手入れに関しては基本的にあのクラリネット編でやったものを参考にしていただければほぼ間違いないです。はい、ということですね、今回は、幹部4名でそれぞれ持っている楽器の解説と、お手入れの方法の紹介をしたんですけれども、いかがだったでしょうか。結構参考に、ね、なる部分も多かったのかなと思うので、もし参考になったよっていう方や知らなかったよっていうような情報があった方は、高評価といいねじゃなくてチャンネル登録だ、高評価とチャンネル登録、あとコメントとかもいただけると、嬉しいです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。本日は埼玉玉虫公共吹奏楽団 YouTube へのご来場ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。